返しです。ロナウドが映りました。右にエンドを取ったのがアウェーのインテリエもね、そうですね、なんかあのワールドカップいます、豪勢ですよね。ボールが流れてロナウドです、ロナウドです、ペナルティーラインでシュート、ワールドショーがワールドカップの決勝ではいいところがありませんでした。前半まもなく19分になろうというところ、両チームのスコアです。後衛が走ります、しかしここはモッテーロ、そしてロナウドがここまで下がってきています。ついているのはトゥドール、ガラッと前を下がりました。手笛がなくて、そのほんの数十秒後でしたよね。あ、そうです、切れ目がないというのは、その要するにフリーしないで、はい、ずっと続けているのは、顔を抑えました。ロナウドです。ついていたトゥドール、トゥドールはですからね、ロナウド折り返していく、ガランテがダイレクトの前で送りました。ロナウド、ロナウドうまくボールを生かした。とにかく10日の代表戦でのゴールというのが、あの去年の因縁、今シーズンのロスタイムは1分と今表示されています。ロナウドが深く入っています。後ろからマークするのはトゥドール、ピルロのいいディフェンスでした。前ショートソーザが標的になってますね。ロナウド、ビンテルからロナウド、最前列はポッカス、カテッキーからロナウド、厳しいマークを受けてモリエロにパスが出ました。ワンタッチでロナウドにパスを出しました。